こんな感じで知っとけば、まあ、何かと役立つんで、はあ、はい、はい、皆さんこんにちは、井之内陽です。今回ですね、ちょっとまあ静かに喋ってるんですけど、茨城の水戸に来ております。すごくないですか、後ろこんな感じで絶景でございます。茨城がですね、僕初めてで、大阪から、来てるんですけど、めちゃくちゃ遠かったです。まあ、今回はですね、ちょっと新幹線で来たんですけど、自宅出たのがまあ1時ぐらいで、到着したのが6時40分ぐらいですかね。5時間以上、かかってですね、やっと、今ね、ご飯を買ってきて、今8時です。で、基本的にこういったまあ遠征した時とか、その駅周辺とかで駅弁とか美味しいものがあったら買って夜ご飯を食べることが多いです。まあ、たまにね、あのホテルのまあ1階付近にこうコンビニとかあったりするんで、たまにコンビニの場合もあります。ちょっとお腹空いたんでご飯食べさせてください。とりあえず消毒をしてからいただきます。なんか美味しそうなお寿司屋さんがあったんで買ってきましょう。よいしょ、じゃん、うまそう。中トロっぽいな。食べたいと思います。マグロいただきます。うん、美味しい。これは、ハマチでしょうか。ハマチかな。うまい。タイですね。めでたいということで。うん。うまい。お、大トロが床に落ちました。はい、ということでカメラバッグです。まあ、ちょっとね、カメラ今使ってるんで、一回開けてるんですけど、開きます。ほい。で、このバッグもね、昔一回、簡単にご紹介したんですけど、まあめちゃくちゃいいバッグです。あ、今ちょっと閉まってるんですけど、キャリーバッグにもできたり、まあ、リュックとしても背負える、バッグです。はい、で開けます。で、メインのカメラ今使ってるんですけど、まあ、明日は基本的にインタビューの撮影のみなんで、スモールリグ関連の、ものは持ってきてます。そしてワイヤレスマイクですね。これ今1機使ってるんでないんですけど、一応2機、持ってきてます。はい、もう5年ぐらい使ってますね。はい、で、まあ、この今僕自身今マイクつけてるんですけど、まあ、音質的にもかなりいいと思います。皆さんいかがでしょうか。はい、ということで、あとはこの巨大のモバイルバッテリーで、これも USB、いっぱいつなげれるんで、これをいつも持ってきてます。はい、そしてまあこれはマイクですね。あとは、あ、これ今ね、今出してるんですけど、こちらです。この照明、まあ1個さえ持っていったら、まあ何かと役立つんで、一応常に持ってきてます。これもね、こんな感じで、かなり光量を出してくれるんで、重宝してます。で、色温度もね、変えれるんで、ちょっとストロボっぽい感じとかモードも変えたりできるんで、まあ、大型のね照明は今回持ってきてないんですけど、まあ、この照明1個あったらなんとか賄えるかなっていうところで持ってきてます。まあ、今回はねリュック1個で収まるっていうところで、持ってきてるんで、まあ、この照明を選んで持ってきました。はい、ついでにつけときましょうか、明るいんで。はい、で、これはレンズクリーナーですね。レンズクリーナーと、あとはもうバッテリー関連が中にこう入ってます。はい、で、一応ワイヤレスマイクに加え、ガンマイク、ゼンハイザーのガンマイクも、
応常にいつも持ってきてます。でここにカメラ、はい、これは富士フイルムの XT2 ですね。まあ、正直なところソニーの、α シリーズで色味をね合わせていきたいと思うんですけど、まあ、ソニーのカメラ1台しかないんで、まあ、今はこの富士フイルムの、まあ、XT2、 もともと入っているフィルムシミュレーションが、まあ、すごくいいので、まあ、力技でカラーグレーディングしてるっていう今状況ですね。はい、まあ主なメインはもうこんな感じですかね。あとは三脚が2つ、別の場所にあるんですけど、あとはですねこっちにモニターが入ってますね。はい、これはフィールワールドの、6プラスですかね。こちらに、まあ、SD カードあるんですけど、ここにこうラットとかを入れて、やると、まあ色味をつけた状態っていうのをこのモニターで確認しながら、まあ、撮影ができるんで、まあ、これはね外部収録とかは難しいんですけど、普通に使えるモニターなんで持ってきてます。はい、あとはですね SD の、カードだったり、あとは工具関連ですねも持ってきてます。はい、まあ、あとは、マイクの電池だったり、こまごましたものが入ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。撮影の、まあ、用途に合わせて、まあ、機材をこうこんなように、まあ、持ってきてるっていう感じですね。で、まあ、動きがある場合とかは、まあ、ジンバルとか、まあ、そういった部分も、人になってくるんで持ってきたりもします。はい、最後まで、ご覧いただきましてありがとうございます。ということで明日に備えたいと思います。ではまた。